ペア長、先日お宝カタログで紹介した R34GTR。 GTR ってとっても古い歴史がありますよね。その歴史について調べてみたんですが、調べていくうちにスカイラインにいろんな別名があったことを知りました。今日はその歴代スカイライン GTR をスカイラインの別名とともに紹介しちゃいます。まずは PGC10 型 KPGC10 型のスカイライン GTR。 このスカイライン GTR は箱スカの別名があります。箱型のスカイラインだから箱スカらしいんですけど、呼び名がついたのはこの後紹介するスカイラインの登場後らしいですよ。次、 KPGC110 型。そう、幻のスカイライン GTR です。もともとの C110 型のスカイライン、かなりの販売台数だったようです。その中のスカイライン GTR、 なんと販売期間はたった3ヶ月、生産台数は197台の超激レアなお車です。ケンメリの別名で呼ばれていた車ですね。このケンメリのスカイライン GTR の販売終了後、 GTR は16年もの間姿を消してしまいます。 GTR が息を潜めている間もスカイラインは販売継続。 C210 型のスカイライン、当時のキャッチコピーだったスカイラインジャパンからジャパンと呼ばれていました。 R30 型スカイライン、鉄仮面ニューマンスカイラインと呼ばれていたスカイラインですね。そして R31 型のスカイラインの後、発売された R32 型で GTR が復活します。そこから R33、R34、 スカイライン GTR から GTR に名前を変えた R35。 調べれば調べるほど実物を見たくなりますね。